南スーダン南スーダンの言語南スーダンにある英語の看板南スーダンの言語について述べる。南スーダンは多言語国家であり、60を超える原住民語が話されている。国内の公用語は英語であり、植民地時代に導入された。ほとんどの和社が一部の原住民語、ンカ語、ヌエル語、バリ語、ザンデ語を使っている。英語とジバアラビア語が、 特に首都ジュバで、リングはフランカとして数千人の人々に使われている。2005年の独立に先立って、南部スーダン自治区の暫定憲法パート1、チャプター1、ナンバー6において、英語とアラビア語を高等教育の指導言語及び、南スーダン政府と州政府の公式な作業言語とすると宣言された。独立した新政府は、後にアラビア語を公用語から外して、 英語、単独の公用語に選んだ。2011年の南スーダン共和国の暫定憲法パート1、6では、英語、南スーダン共和国の公式な作業言語とすると明記されている。法輪ポリシーのローラ・カシノーフは、南スーダンがスーダンから距離を置くために英語が選ばれたと書いた。南スーダンは、東アフリカ共同体との関係を深めるために、 スワヒリ語を第二の公用語として受け入れることに関心を示している。アフリカにおけるナイルサハラ語族に関する地図。東スーダン語派と中央スーダン語派が南スーダンで普及している。60を超える原住民語が南スーダンで話されている。原住民語のほとんどがナイルサハラ語族に分類され、総称してナイルサハラ語族の語派の二つを表す。 残りは、ニジェールコン語族のウバンギ諸語に属して、南西部で話されている。南スーダンにおける多くの原住民語について、入手できる、最近の統計のほとんどが1980年代に、遡る。その頃から、独立戦争で、多くの市民が亡くなり、スーダンに、またはスーダンを越えて、大規模な難民移動がもたらされた。19世紀から20世紀にかけて、 ヨーロッパ勢力によって植民地の境界が制定されたことで南スーダンの県住民語の一部が近隣国で話され場合によっては南スーダンより和者が多い。例えばザンデ語は近隣のコンゴ民主共和国で2倍の和者がいると推定されバンダ語は南スーダンより中央アフリカ共和国の方が和者が多い可能性がある。南スーダンで最も和者が多いのは ヌえる語であり、1982年に74万人に話されていた。EN、アブスタンドオスパウランゲージズ、または方言連続体である、リンカ語は1986年に140万人の和者がいたとされる。この二言語は互いに密接に関連し合っている。バリ語は2000年に42万人、ザンデ語は1982年に35万人、和者がいた。 ウバンギ書語において入手できる数字によりザンデコが南スーダンでかなりの数の和者がいる唯一の言語であることが示されている2005年の暫定憲法パート1チャプター1ナンバー6において南スーダンにおけるすべての原住民語は国語であり尊重され発展され推進されるべきとすると宣言された2011年の新たな南スーダン共和国の 暫定憲法では、パート1、チャプター1、ナンバー6において、南スーダンにおけるすべての原住民語は国語であり、尊重され、発展され、推進されるべきとする、パート1、チャプター1、ナンバー6において、英語は、すべての教育水準における、指導言語及び南スーダン共和国の公式な作業言語とすると宣言された。1950年以降、 三つの南スーダンの原住民語が絶滅しつつあり、もはや儀式においても使われなくなっている。エスノローグにより認定された、現存する68言語のうち17言語が危機に瀕していると認定された。EN、グルランゲージが唯一儀式で使われている。エイジャと EN、漫画ヨットピープルには言語を滅多に使わない恒例の和社しかいない。西部中央のバンダ語、 インドリ、EN、ナイオールジーランゲージが高齢者に一般的に使われるが、子育て世代で実際に話す者はいない。さらに、旧言語が子供に伝えられず、EN、ボンガと EN、ローコイアランゲージがすべての世代で話されているものの、急激に話者が減少している。イギリス・エジプト領スーダンで行われた1928年4月のリジョフ・ランゲージ・コンファレンスで、 南部で英語による学校教育が行われることが決まった。独立後、スーダン政府は英語をアラビア語に置き換えようとしたが、1972年の和平協定の一環として、スーダン南部のほとんどの学校で英語が教育の手段として継続することが保障された。英語は南スーダンあるいはディアスポラで学校に行く機会を得た人々によって広く話されている。 ケニア駐在の南スーダンの大使が2011年8月2日南スーダンにおいてスーダンやアラブ連盟ではなく東アフリカ共同体への方向でスワヒリ語がリングはフランカとしてアラビア語とを置き換える目的で導入されると述べたそれにもかかわらず南スーダンは2014年3月25日にアラブ連盟に加盟申請したがまだ保留中である 新聞アッシャルクルアウサとのインタビューで南スーダンの外務大臣デンアロルは南スーダンはアフリカでアラブ世界に最も近い国である。我々はジュバアラビア語として知られる独特なアラビア語を話していると述べた。スーダンはアラブ連盟に対する南スーダンの加盟申請を支持している。スーダン内戦中に キューバで育てられた600人ほどのスーダン難民のグループも流暢にスペイン語を話す。彼らはザキューバノスと名付けられ独立時までにジュバに定住した。スーダンとの国境地帯である西バハルアルガザール州で EN バクラアラブスが人数が不確定ながら季節ごとにまたは高級的に居住している。彼らの言語は アラビア語チャド方言であり、伝統的な領域はコルドファンとダルフールのスーダン側にある。首都ジュバにはジュバアラビア語を話す数千人の人々がいる。南スーダンが一世紀ほどスーダンの一部だったので、南スーダン人の中にはアラビア語スーダン方言やフスハーに精通している人々もいる。ジュバアラビア語が南スーダンでリングはフランカになっている。 ありがとうございます。